はい、矢沢俊博です。熱海国際映画祭ですね、今回もですね、やってみたいと思いますけれども、今回はですね、第1回、の映画祭がですね終わって赤字が、新聞報道によってですね、かなり当初の発表よりも大きく出てですね、そこから、あれですよね、熱海市の方が少し慌て出すといいますかね、そんなような流れの中で第2回の開催というふうになっていくんですけれども、そこでもかなりドタバタがあったということで、その辺をですね今回はですね、時系列に沿ってですね、見ていきたいと思っています。その中で少しですねいろいろな問題点が出てくるのではないかということをですね、見ていきたいと思います。まずですね、第1回目の熱海国際映画祭が開かれるのに際してですね、最初ですね A 社の E 氏という、コアなですねイーダーシップといいますかね、映画祭を発案したメンバーがいて、そこからですね、実行委員会が組成されてですね、熱海市がですねその実行委員の中に委員会の中に入っていって、補助金を出すというところとですね、いうところまでお話ししたんですけれども、そこでですね第1回目の熱海国際映画祭が行われたということですね。でその際にですね、かなりこう、プログラムの遅れだとかですね、企画がなかなか決まらないでずれにずれ込んでですね、準備もなかなかできなかったということと、その、肝心の A 社ですね、そこのマンパワー不足だとか知識不足とかですね経験不足ということも相まってですね、なかなかこう準備が進まなかったと、よってですね、観客動員も少ないという状況でですね、かなり当日のですね、映画祭運営も混乱を極めてですね、かなり参加したメンバーといいますかね、来場客からもですねかなり不満の声が聞こえたということですね。例えば上映の会場のですね一部からこうきちっとこう遮光ができていなかったとかですね、そういったいろいろな数々のですね不手際が露呈したということですよね。そういったサービス面も、ある一方ですね、コストがそれに見合うだけの削減ができなかった、これは例えば、ポストに見合うだけのですね、観客動員ができないということもありますし、逆に観客動員が最初からこう見込めないのに対してコストをかけすぎだとかですね、そういったいろんな見方があるんですけれども、かなりですね A 社の独断専行といいますかね、そういった形でのいわゆるこう共有といいますかね、情報の共有だったりこう連携関係がかなり不十分ということはねどうしてもあると思うんですね。でそういった中でですね、当初のね赤字額に比べて赤字額が非常に大きいんではないかという新聞報道が2019年の5月10日に行われたということですね。これニュースソースとしてはですねいろいろと、想像するのは簡単なんですけれども、やはりですねこれについてはちょっと伏せるといいますかね、あまりこう憶測でものを言うもんではないので伏せておきたいと思いますけれども、いろいろなですね事情で、こういった記事が出たということですよね。それでですねどういったことかというと、いわゆる市長ですよね、市長も、びっくりするということもありますしですね、関係者もですね、やはり少し疑問といいますかね、問題にするという話があったと思います。という話になって慌てたといいますかね、どうするんだということになったと思うんですけれども、そういった中でですね、翌日新聞報道の翌日の5月の11日ですね、11日にこれ市長と E 氏ですね、この A 社の E 氏、いわゆるこう映画祭を中心的となっている人物がですね市長と面談をしましたよということになります。呼び出したような感じですよね、どうしたことだということで。で話を聞くわけですけれども、そこでですねいわゆるその、この映画祭のですね企画運営をやっているB 社という会社からですね、多額のこうなんですかね、その、債務という形で、請求が来てですね、それでどうするんだというようなことは今までの動画でお話ししましたけども、そういった問題があってですね、払うの払わないのという話でこう結構揉めてる、債務のですね未確定な
金額等未確定なですね債務の存在が明らかになって、あの市長もですねそういったそういったいきさつを知ることになったわけですよね。ということで、まあ新聞報道出たんで、まあいずれはですねこれきちっと明らかに説明しなければいけないなという状況に追い込まれていったわけなんですけれども、そこでですね、市長はどういう行動を取ったかというと、13日ということになりますけどね、5月13日ですから、面談をしたゆえにですね、後でですね、あまりですねこう明確な回答が得られなかったということもあったりですね、少しこう不審を抱くような形になったということでですね、市長はですね、弁護士ですね、これ弁護士も市の、いわゆるこうですね熱海市が、正式に何ですかね、その依頼といいますかね、顧問になっているような弁護士ではなくて、いわゆる市長の知人であるですね弁護士に対応を委任したということで、いわゆる個人的なつながりからですね知人の弁護士に対応を委任したという形になります。いわゆる機関的な意思決定ではなくてですね、市長のですねある意味、個人的な関係から、どうしたらいいものだろうかということで依頼したということになってますよね。でですね、13日がそういう状況で依頼しました。そこでですね、その2日後ですね、5月15日になって、市としてはですね、これ要するに何が問題かというと、この 市は500万円をですね、いわゆるこう映画祭に対するですね、補助金といいますかね、助成というか補助金という形で500万円は支出しているんですけれども、実行委員会に入っているわけですね。したがってですね、例えば損失が膨らんでしまった場合、さらにですねいわゆる税金からその処理のためのですね残務処理といいますかね、そのためのですね追加的な負担を強いられるんではないかという、そういう懸念ですよね。あくまでもそこがやっぱり市としてはですね守らなきゃいけないところ、そこは死守したいということでですね、だというのは、一貫してねそういう態度はあるわけですけれども、それをですね、確認するゆえにですね、基本的に市は、これに関してですね映画祭の負債に対しては、責任を負わないといいますかね、支払う義務はないということで、要するに A 社がきちっとですね、処理をするということを確認するという形のですね確認書を出させるということになるわけですよね。それで市としてはですね税金投入ということから逃れるというか、リスクを限定したいということをこれ文章に改めてですね確認という形で作ってもらったということになりますよね。ということで5月15日にそういう確認書が出てですね、5月20日ですね、ここで収支の修正ですね、要するに当初の赤字よりもですねはるかに大きな赤字が出ていたということで、要するに後になって確定した部分がですねこれだけあったという、決算の、修正ですよね、これが会見が行われたということになります。ここで公の場でですね、いわゆるこう第1回の熱海映画祭の国際映画祭のですね収支がもうかなりボロボロだったということが、きちっとですね正式に認めたというような形になります。でその中でですね、どうするんだということになるわけですけれども、5月22日ですね、その会見から2日後ですけれども、これ弁護士とですねを交えてですね、E 氏ですね、 E 氏がこう面談をするということになるわけですね。で、基本的にこれ市といいますかね、市長側の、言い分といいますかね、からの主張だとですね、どういったことがこの22日で行われたかというとですね、要するにですね、この、E 氏なんですけれども、最小限ですね、最低でも660万円の支払いをしてくれということで、市に要請したということですね。もしこれ支払いが、してもらえないんであれば、コンペ作品ですね、もう第2回の、開催がもうだいぶ迫ってますけども、第2回の、で上映するコンペティション作品がですね、もうすでに集まってきてますけど、それを上映することはさせないよということとですね、もう第2回、熱海国際映画祭からの運営を降りるというようなことを言ったというようなことをですね、市といいますかね、いわゆる市長側はそのようなことで説明しています。要するにこれは最初ですね、この確認書を取ったということで、要するに5月15日にですね確認書、要するに
市に対してはこれ以上迷惑をかけないというような確認をしているにもかかわらず、22日になってですね、660万円を最低でも支払いなさいと、そうしないとコンペを上映させないし私も運営を降りるよというようなことを言ったということを主張しているわけですね。まあ、これは要するに一種の恐喝というようなことに見えるんですよね、この市側の説明を信じるとですね、そんな形でですね、さらにこうお金を要求したということでですね、があって24日に再度ですね、弁護士を交えて医師との面談をした時変化がなかったと、医師の態度に変化がなかったので、解任を決めたということですね。こういう流れが、市側の主張なんですけども、一方ですね、この医師の言い分によるとですね、この段階ですね、5月22日にこう面談をしたんですけども、先にですね、要するに660万円を払えというふうに言ってですね、そうしないとコンペ作品を上映させないよというふうに言ったというんではなくてですね、先にですね、こう解任するというふうに言われたというのが、医師側の主張ですね。要するに、解任すると、要するに降りてくれと、映画祭から降りてくれというふうに言われたというんですね。で、そうするとですね、医師側としてはこれ今までこう自腹を切ってですね、負担をしてますよね。要するに第1回の大幅な債務に対してですね、この A 社ですね、医師率いる A 社がですね、債務の負担をしてきちっと払うというようなことをやってるので、ここで降りるとですね、どういうことが起きるかというと、要するに第2回の映画祭からの収益を当てにして返すというような算段をしていたのが、それはなくなっちゃいますよね。降りるということになると、要するに1回の負債をですね、払うだけで、それをどうやって回収するんだという話になりますよね。そうすると回収できないんだから、せめて660万円は払ってくれよということになりますよね。E 側の主張を認めるとそういう話でですね、逆に解任されたから、それじゃあその回収できない分を払ってくれというふうに、市の方に要請したというのが、E 氏側の言い分なわけですよね。ということで、この辺のですね、どちらの主張が、主張もこう噛み合ってないといいますかね、こうやっぱりこう違いがありますね。どちらが正しいかというのは、どちらかが正しいことになるんでしょうけれどもですね、ここはちょっとその辺はですね、明らかに報告書の中で明らかに、確実に明らかにはしてませんのでね、この辺もちょっと私の、説明ではですね、その辺はどちらというふうには言わないようにしておきたいと思うんですけれども、少なくともですね、両者の言い分というのはそれぞれ合理性がね、一定のところはあるかと思いますけどね、それは事実認定は、なかなか難しいところだと思うんですけど、そういったことでとりあえずとにかく、運営を降りるかどうか、お金を払えという話になってですね、変化がないので解任を決めたというですね、要するに熱海市の方からですね、E氏を解任するということとですね、補助金の500万円もすでにありますし、それであと文化庁の補助金1250万円、こちら文化庁の方から出てる、こちらをこう返しなさいというような形で、言ったということなわけですよね。市としてはこの E 氏に対して、補助金も返しなさい、補助金いわゆる文化庁の補助金も返しなさいということで、解任を決めてそういうふうに言われたと。それで27日になってですね、市長の記者会見が行われてですね、5月24日、この時の面談ですね、ここで、E 氏を、業務執行組合員から解任しましたよということで、もう映画祭からはもう関係ないので、もうE 氏はもう無関係ですよと、権限を剥奪したということですね。それとですね、E 氏から恐喝をされたということでですね、そういうのを理由として説明しているわけですね。市長とこの27日の会見については、この熱海市の正式といいますかね、機関決定されたものではなくて、市長と弁護士 の2社の判断でですね、この会見が行われたということですよね。でなおかつですね、その段階で独自開催ですね、要するにこの実行委員会ではなくて、熱海市がですね、この映画祭を単独で開催すると、熱海市のだけですよね、いわゆるそういった形で、主催によってですね、開催するということを発表したということになるわけですね。
ということで、まあ、こういうことになるわけですね。ただですね、これまあ、ここで一つ問題となるのはですね、医師からの言い分があってですね、要するにこれそもそもですね、医師といいますか、A で実行委員会にあるのは A 社、医師の、医師が代表取締役を務めるですね、A という会社ですよね。あと、その他ですね、他の数社入ってましたけども、この要するに実行委員会っていうのは、これ別に熱海市は実行委員会の中の一つの構成員として入ってましたけども、解任するということがそもそもできるんでしょうかという話なんですよね。要するに上下関係ですよね。解任する立場に熱海市はいるかというと、そのいわゆるこの実行委員会の一員に過ぎないわけですよね。その熱海市がですね、いわゆる上下関係に立ってこと、例えば熱海市がこの A 社を雇用しているとか契約を結んでですね、雇ってるわけではないわけですよね。法的な関係からすると、それをですね、このいわゆる熱海市がですね、E 氏をこう勝手にと言いますかね、実行委員会の決議を経ないでですね、解任するってことがそもそもできるんでしょうかというまあ問題もありますよね。まあ、確かにそれは法的な関係から言ってもおかしいですよね。まあ、そういう問題がまずあります。解任というのは本当にこれ有効なのかどうかということで、まあ、こういうことはそもそもできないですよね。そもそもこの映画祭自身は E 氏が中心となって作っているので、そこの中に熱海市が入ってるっていう構造になってますんでね、その入ってるメンバーがですね、そのいわゆるリーダー的なところをこう解任するっていうのは、なんとなくと言いますかね、法的な関係から言ってもこう通常から考えてもですね、少しそういった権限はそもそもあるのかということでですね、まあ、E 氏は対抗するわけですけども、私法的な関係から言ってもそういったのはおかしいというのはまあ一つですね、問題点として挙げられると思いますね。ということでですね、まあ、独自開催を発表したということなんですが、まあ、そもそもそれができるんでしょうかということですね。物理的な問題で E 氏の方もですね、まあ、かなり E 氏といいますか、 E 氏ではなくて熱海市の方もですね、かなり苦労して、本当にこれもう間がないですよね。6月28日が第2回の開幕なので、6月4日となるともう1ヶ月切ってますよね。この段階で E 氏が単独で開催するということはそもそもできるのかということなんですが、これもほとんどメンツですよね。いわゆるメンツといいますかね、集まった作品をもうとにかく上映しなきゃいけないということで、まあ、形だけでも開催しなければいけないということになったということで、もう本当にこれは泥縄といいますかね、泥試合みたいな形になるわけですけど、まあ、できた、できるんではないかという、まあ、安直なね、安直といいますかね、そういう見通しで市も動いたわけですよね。まあ、少なくともただ映画祭を開催するので一番重要なのは何かというと、これ作品なんですよね。上映作品がなければ映画祭はできないわけですということで、まあ、これはですね、熱海市がその映画祭のですね、この上映作品を持っているプロデューサーが全部渡してくれるんだろうという、まあ、見込みのもとでですね、いわゆるこれを開催をね、独自開催をやろうという話になったわけですね。で、まあ、逆にこの実行委員会がこう持っているものを再出品してもらうように各ですね、上映作品の決まった相手先に個別交渉をしてですね、出してもらおうとかですね、そういったことを考えていたわけですけども、まあ、ただ実際それができるかというと、映画祭絡んだことがある方だと分かるんですけど、難しいですよね。で、映画祭にとって何が重要かというと、このコンペ作品の中からですね、一次審査でですね、上映作品を選ぶというのは非常に難しいです。これはなぜかというと、プログラミングディレクターなりですね、一次審査という形でですね、最終審査の作品を決めるというのはですね、何千本ですね、1000本を超える作品の中からですね、数本、数十本ですね、を選ぶというのは、これ本当に力量がないといけませんし、すごく時間がかかりますね。全部見た上でですね、いい作品を決めるというのは、これものすごく労力もかかりますし、こう作品選定の能力ですよね、その辺が問われるわけですけども、市としてはこれ要するにこう出来上がったこうピックアップしたものを上映するってことは、まあ逆に言うと選ばれたものを上映するっていうのは簡単なんですよね。招待作品とかっていうのは一本釣りで持ってきますけど、ただこれコンペ作品を選ぶということ自体がどれだけ大変かというのは、これおそらく映画祭に携わった方がであれば簡単に理解できると思うんですけどね、まあ、この辺をこう軽く見てたみたいな節はありますよね。実際ですので、こちらのですね、A 社ですね、こちら E 氏の方もですね、これコンペ作品を渡さないと、まあ、それだけ苦労してですね、
いわゆるこう選定したものを大事なものを渡すわけはないというような発想ですよね。で例えばそういうあのいわゆる絞り込みにものすごく労力がかかりますので、まあ、そこでどうなったかということですよね。それでどういうあのそれだけの対価といいますかね、その辺はまあ、 あの選んだ上でこうほっぽり出されるようなだというような印象はね、どうしても医師の立場に立てばあるんではないかと思いますけどね。ということで、要するに独自開催発表したんですけども、結局ですね6月4日になってですね、まあ、そういったことで作品が、いわゆるコンペティションの作品ですね、上映作品がこう入手できないということであればですね、例えば熱海市としてはいろんなあの市営の市が保有している設備とか施設を使えばですね、上映自体はできないわけではないんでしょうけれども、まあ、あのお客様も集まらないでしょうし、もう作品自体がないのでもうどうしようもないということで、これはもう断念せざるを得ないということで断念したということですよね。で一方ですね、このあの E 氏率いるといいますかね、 E 氏のいわゆる実行委員会自体はこれ独自開催ですね、こちらこちらでやろうという話になってですね、あの映画の上映を映画祭をやっていこうという話になったわけですよね。で基本的にはそういうことを受けていろいろとですね、あの6月19日になって実行委員会の単独開催をここで決めたということです。でいろいろどこでやるんだということで、一時期例えば熱海ではできないので東京で やらなきゃいけないとかね、コストが安い東京でやろうとか、いろいろ本当に熱海映画祭のように東京で上映するとか、まあちょっといろいろそういう混乱があったんですけども、もうすったもんだでですね、やっとあのあれですね、熱海市内でできるということでですね、最終的には熱海市内でやったということなんですけども、6月24日で開催概要の発表で、6月28日第2回開幕ということで、もうわずかな概要発表から本番までのこの24、25、26、27、28ですよ、この時間でいよいよもうだからもうやるだけですよね、実際ね、もうとにかく既成事実としてやるだけみたいな感じになってしまうんですけどね。で28からですね7月1日まで、まあ、第2回の、熱海国際映画祭は、まあ、開くことができたということですね。まあ、これもだからレッドカーペットがあの風に飛ばされてこう石でこう大きい石でですね吹き飛ばされないようにするとかですね、こう非常にこうそういうあのなんですかね、あのニュースとかですね報道もありましたけどもね、あのかなりこう見るだけでお粗末といいますかね、見栄えが悪いというかな、そういう形もあのいろいろと報道もありましたけどね、あの曲がりなりにもですね第2回は形だけというとあれですけどね、あの実際映画も上映されてですね、ゲストも呼ぶことができて、まあ、実際開催もしたということですね。あの、まあ、中身はあのかなり混乱だりですね、あの上映のトラブルとかもいろいろあったということでですね、あの中身ですね、このお金だけではなくてですね、上映のこう不手際などがあってですね、あんまりこう褒められたものではないということではあるんですけども、まあ開催したということですね。で、まあ、経費はですね、まあ、これいくらかかったかというと400万円だそうですね。ということで1回目のあの経費からするともう大幅なダウンですよね、まあ、ただ400万円でできたということです。ただ入場者を考えるとですね、延べ550人ということで、まあ、非常に小規模ですよね。そのうち、まあ、ただこれメディアとかですね、いろいろゲストとか見ますので、有料のいわゆるチケットをきちっと購入してですね参加した観客は121人ということで、まあ、非常に小規模ですよね。ということで400万でできたんですけど、有料が121ですからね、あの、まあ、とりあえず開催することはできたにとどまるということですよね。ということで、まあ、これはあのこの第2回の映画祭をどう評価したらいいのかというのはですね、なかなか難しい問題であると思うんですけども、ただできないわけではないというね、すごくあのいろいろ教訓を残した形になりますね。まあ、この辺についてはですね、またちょっとこれも今日も時間が少しあのだいぶ経ってきてますので、一回切らせていただいてですね、この続きはまたあの改めさせていただきたいと思いますけれども、これを総括する意味でですね、また次回もちょっとこの辺のですね、話を続けたいと思います。特にあの第三者委員会の報告書が、まあ、こちらはあのどちらかというとですね、あの熱海市側に対する報告になってますので、まあ、映画祭一般のですね、マネジメントに対する報告ではないので、少しですね、あのまあどう教訓を生かしていくかということについてはですね、また改めてですねお話をしてみたいと思います。ということで今回はこのぐらいで終わらせていただきます。